続いては高校生応援企画青春の向こう側です。今回は越谷市の英明高校吹奏楽部から中継です、うん、英明高校吹奏楽部は町コミで何回か取り上げてお伝えしているんですけども、はい、うん、今回荒木さんが行っていますので、うん、はい、呼んでみましょう。荒木さん、はい、荒木ゆりです。今日は越谷市にあります英明高等学校にやってきています。そして私が今いるこの英明ホールには吹奏楽部の皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは。から集まって準備も頑張ってくれました。よろしくお願いします。そしてこの吹奏楽部を率いている顧問ご紹介いたしましょう。中畑先生です。あ、こんにちは。荒木さん、ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。こんにちは。ありがとうございます、はい、いや、 やっぱり明るいですね。いやいやいや、もう本当に荒木さんに会えて嬉しいなって思っております。ありがとうございます。今日ね、青春の向こう側、私の中継ラストですけれども、英明高校に来られて本当に嬉しいです。いや、こちらこそありがとうございます。はい、私が3年前初めてここに取材に来させてもらった時にはですね、はい、3年生が部長1人、そして2年生が16人、そして1年生が56人という変則的な、ね、うんうん、部員数でしたよね。でも今は本当に人数も本当に増えましてですね、うん、当時とは考えられないぐらい大人数になりまして、うん、現在本当に100人を超えた現役部員もおりますし、うん、もう本当にこう次の1年生はですね、60名ぐらい入部してくれるということで、まあ、さらに広がっていくんじゃないかなというふうに思っております、うん、ね、どんどん、ね、増えてきておりますけれども、それをまたまとめていく係というのも作ってるんですよね。はい、生徒の中心組織のですね、三役という組織がありますので、はい、ちょっと呼んでみます。じゃあそれでは三役の生徒さんに入ってください。よろしくお願いします。ご紹介いたしましょう。三役の竹中理香さん、常国里奈さん、野枝裕人さんです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまず常国さん、新1年生がまた60人この春に入ってくるということなんですが、さらに、ね、多くなってまとめるの大変になりそうですよね。どうでしょう。そうですね、大変になるとは思うんですけど、私たち三役以外にも幹部職として執行部、それから、1年生の学年代表がいるので とても心強いです。でそれからパートに対しては、パートリーダーとトップ奏者中心にまた来年度から新しい取り組みが始まるので、いい体制で迎えられると思います。しっかりとね、組織化して整えてるところなんですね。そして野枝さん、はいはい、これだけ大勢いると先輩後輩こうみんなの仲はどうなんでしょうか。いや、うちはとっても仲がいいかと思います。そうですか、はい、うん、パートの LINE グループとかがあるんですけど、そこでなんか電話なんかしちゃったりとか、あとは部活が終わった後に一緒に帰ったりとか、はい、遊ぶ時も先輩後輩一緒に遊んだりとかしてるので、うんうん、とっても仲がいい部員だと思います。そうなんですね。じゃあこう、はい、部活動の時間以外にもコミュニケーションをとっていいですね、はい、仲良しが一番です。そして竹中さん、ね、全体練習も進めていくの難しくないですか。声が届かないとかね、いろいろあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。やっぱりこれだけたくさん部員がいるので大変なことも多くあるんですけど、全員で常に、同時に活動しているわけではなくて、バンドを2つに分けたり、各本番で、メンバーをチェンジしたりしていて、でその中で、トップ奏者を中心に、各パートごとで練習を重ねていて、夢の舞台に少しでも近づけるように日々頑張っております。夢の舞台というと、全国です。はい、これからまたね、一つになって皆さん全国大会出場を目指して頑張ってください、はい、ありがとうございます。さあ今日はせっかく皆さんにお集まりいただきましたので、はい、ぜひ英明サウンドをお聞かせ願えますでしょうか。はい、ですね、もうそれもそうだし、うん、また荒木アナがなんか今回の月末で卒業ということを聞きましてですね、そうなんです、もう本当にずっとね、こうお世話になりましたんで、今日は英明水部っぽく元気にやっていきたいと思います、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは今回は元気の出るセレクションで、お送りしたいと思います。まずは最近流行りのなにわ男子のウブラブをお送りいたします。ワン、ツー。
ダンスも最高ですね。もうダンサー頑張ってくれました。ありがとうございます。続いてはですね、うん、朝の情報番組でも流れていて皆さん知ってると思います、YOASOBIのもう少しだけをお送りします。それでは最後にお送りいたしますのはマツケンサンバ2をお送りします。これはですね、思いっきりダンスをしてくれるメンバー来てくれてますので、はい、荒木アナも一緒に踊ってくれませんか。いいですか、頑張ります。お願いします。じゃあダンサーのメンバー配置についてください。はい、それでは本日、メドレーの最後マツケンサンバ2をお送りいたします。ワン、ツー、スリー、ナイン。素晴らしいですね。素晴らしいですね。いいですよ、皆さん輝いてましたね。素敵な演奏でした。荒木さんいつダンス練習してたんでしょうね。荒木さんサンバ、はい、荒木サンバすごい、ね、楽しそうに踊っていらっしゃって、多分、ね、自分の中に持ってる曲なんだよね、あの子はね。ポテンシャルですか。もう荒木サンバ、それだったらもうなおすごいですね。一番うまかったよ、ね、キレキレでした。ね、混ざってみたいなんて私も思っちゃいましたね、うん、ここまで中継でお伝えしました。では再び英明高校から中継ですよ、ねえ、楽しいダンスが見られるんでしょうか、どうでしょうか、呼んでみましょうね。荒木さん、はい、荒木ゆりです。今日の青春の向こう側は越谷市にあります英明高等学校の吹奏楽部とともにお伝えしております。今日は英明ホールをお借りして、はい、中継をお送りしていきます。改めまして英明高校吹奏楽部顧問の中畑先生です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、もう3年生が、ね、この春また卒業しまして、うん、新しい英明吹奏楽部がスタートしていくわけですけれども、はい、そうですね、もう本当に、ね、こう先ほども紹介したような、まあ、メンバーも含めてですね、うん、また邁進していければななんていうふうに、ね、思っておりますね、うん、あとは、まあ、はい、まあ今までねこう関わってくれた、うん、勝野部長とか、まあ、小栗部長とか、うんうん、磯部のようなああいったこう先輩たちの思いを継いで頑張っていきたいなと思っております。そうですよね、はい、なんかちょっとゆっくりね実は振り返っていただければと思うんですけれども、うん、
ども、はい、初めて取材させていただいたのが、はい、2020年の夏そうでしたねだったんですよね。コロナの影響で目標とするコンクールがなくなってしまったという状況になりまして、はい、そうですね、でもそこでたった一人の3年生勝野部長が、うん、はい、みんなをまとめるために一生懸命頑張っていきましたよね、うん、はい、はい、そしてまあクリスマス演奏会も中継させていただいたりですとか、はい、また部員の皆さんのね元気が伝わる、はい、中継他にもありました。またですね、今年度スタートするにあたって90人を超える1年生が入ってきましたよね。そうですね、うん、本当に人数が増えたので、まあ、次はちょっとマーチングとか、はい、うん、なんかちょっとそういうことにも少し挑戦してみようかなって、新しい取り組みも頑張っていこうかなっていうふうに思っています。そうなんですね、はい、なるほどなるほど。じゃあまあ、みんなの思いがね一つになってどんどんとこのチーム出来上がっていると思うんですけれども、うん、そうですね、まあ、毎年高校の部活となるとメンバーや人数の入れ替わり、うんうん、はい、欠かせないものになりますが、今後の英明吹奏楽部について教えていただけますでしょうか。はい、もう本当に今回はですね、ちょっと私たちの方でキーポイントを作りましてですね、ちょっと彼女を呼んでるんですが、はい、子どもたちと話をしましてですね、こういったちょっとテーマを作らせていただきました、はい、前進、尊敬、道具、京都、まあ、言葉にするとそういうものなんですが、ただもう本当にこの言葉一つ一つにもう思いを込めてですね、はい、子どもたちとともに、まあ、全国大会の方に目指して頑張っていこうかなというふうに思っています。はい、では新たなテーマを、はいはい、支えにまた引き続き頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。では今日は早速、はい、その新生英明吹奏楽部を見せていただけるんですよね。はい、そうですね、もう、はい、この後の英明高校吹奏楽部の話をするには語り尽くせないメンバーをちょっと呼びしておりますので、ちょっとお待ちください、はい、じゃあそれではすいません、入ってもらってよろしいですか。え、どなたですか。はい、どういうことですか。今やもう大きくなっちゃいましたけれどもですね、はい、部長の勝野、そして小栗、そして磯部、コンサートマスター磯部です。うわー、はい、お久しぶりです。はい、お元気でしたか。はい、すごい、すっかり大人にお姉さんになられましたね。本当パッと見だとわからないんですけれども、今日はまあ、荒木アナも、まあ、卒業最後ということで、はい、まあ、3人駆けつけてくれましたので、ちょっと一人ずつ、はい、花束を渡してもらいたいなと思っております。びっくりしました。勝野ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。荒木アナに取材していただいたことは私の中でも本当に青春の大事な1ページです。これからの荒木アナのさらなるご活躍を応援しております。ありがとうございます。いやいや、もう私の方こそ本当に、ね、もう勝野ちゃん、もうみんなにね本当に一生懸命まっすぐ向き合って、ね、一人で頑張る姿がもう本当に胸打たれてました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年卒業したばかりの小栗です。小栗くん、お久しぶりです。荒木アナウンサー、2年間ありがとうございました。これからも荒木アナウンサーのご活躍をお祈りしています。ありがとうございました。ありがとうございます。わざわざ本当にありがとうございますね。まとめるの大変だったと思うんですけれども、いや、こちらがいつもパワーをもらってました。ありがとうございました。はい、続いてはこの間ドキュメンタリーでですね、主人公を張ってくださった、うん、ちょっとね、体調があれでっていう風に言ってたコンサートマスターの磯部ですね。磯部ちゃん、本当にありがとうございました。取材を通して英明高等学校の応援をしてくださり本当に嬉しかったです。私自身も悩んだ時に荒木アナウンサーの言葉にすごい元気をもらってました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。磯部ちゃんも苦しい、ね、時間もあったと思うんですけれども、ね、はい、みんなのためにと頑張ってくれました。ありがとうございました。はい、じゃあ、実はですね、今回、このフリップをですねちょっと用意させてもらってたんですが、ちょっと縦読みしていただけ、まあ、今流行りのね SNS とかでも流行ってますけれど、はい、ちょっと縦読みしていただいてもよろしいですか。ありがとうと、はい、いうことですね。うわ、気がつかなか
ったです。はい、本当気がつかないようにみんなでうまくうまくやってましてですね、うん、本当に子供たちと一緒にいろんな話をしていたんですが、やっぱり最後はやっぱ荒木アナウンサーにですね、本当に英明高校吹奏楽部のこの最初の創世記をですね、はい、本当に一緒に取材していただいて、本当にこう威力みんなのところに知れ渡ったら本当もうおかげさまだなと思っておりますので、今回はこういった形でですね、感謝を気持ちを伝えようと思って用意をしました。ありがとうございます。これまで私たちを取り上げていただいて、たくさんの時間を一緒に過ごさせていただいた荒木アナに感謝の気持ちを込めて、吹奏楽部全員からサプライズ企画として1曲この後プレゼントさせていただきます。ぜひお聴きください。いいんですか？え、そんなスペシャルがあっていいんですか？はい、じゃあ荒木アナさん、こちらの方どうぞ。いや、うん、本当にびっくりです。もう嬉しい限りです。ありがとうございます。じゃあここは特等席で、はい、もう荒木アナさんのために演奏いたします。それではですね、生き物係でありがとうをお送りいたします。ワン、ツー、サン。ありがとうございました。優しくて笑顔が可愛い。
ございました。ありがとうございます。荒木さん、今までありがとうございました。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 もう中畑先生、本当にもう皆さんも本当にありがとうございました。すみません、こちらでまた失礼します。本当にですね、子どもたちも今、まあ、ちょっと本当に練習時間もなかなかなかったのでちょっと不安だったんですけれど、まあ、本当これ以上ない集中力でやってくれて、よかったなというふうに思っております。今日はあの3人も来てくれてですね、多分、ね、この子たちもそうですけども、荒木アナウンサーにとってはこの3人は特に思い出深いメンバーだと思いますので、はい、うん、いや本当にもうちょっと胸が今いっぱいになりました。もう今回青春の向こう側の中継最後英明高校に来られたということもとっても嬉しかったんですけど、そこでまさかこんな風にサプライズまで準備をしていただいて、もういつもいつもパワーをもらっていたので本当にありがとうございました。ありがとうございました。なんかついなんかコロナ禍で大人、まあ私含めですけど、なんかコロナ禍だから仕方ないとかできないとか言ってしまいがちなんですけど、いつも本当に英明高校の皆さん、吹奏楽部の皆さん、自分たちで目標を立てて頑張っていて、もうその姿にいつも元気をもらっていました。それがまあ私を通じて、この番組を通じて視聴者の皆さんにも伝わってきたらいいなと思うんですけど、本当にこれからも頑張ってください。今の音楽で私も背中を押していただきました。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。もう本当に荒木アナウンサーにですね、私たちも本当に元気づけてもらって、まあ、特にここにいる3人なんかはですね、はい、一番最初に取材していただいた当時はもうまさにコロナ禍で、はい、まあ、特にこの勝野元部長に関しては、うん、コンクールがなくなってどうしようっていう時に、はい、もう本当に、取材していただいて、うん、よかったなと思いますし、まあ、この2人はもう本当に今年の夏のコンクールまでですね、そこに向けての活動も取り上げていただいて、もう本当に思い出深い、時をですね、やらせていただいたなと思っております。本当にありがとうございました。いや、それを本当に共に3年間取材をさせていただけたこと本当に光栄に思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。荒木アナウンサー、お疲れ様でした。ありがとうございました。いろんなパワーをもらいましたね。はい、感謝ですね。はい、もう皆さんの素敵な演奏とやっぱり一生懸命頑張る姿、笑顔がいいですよね。まあ、皆さんあれですよね、このコロナ禍で、コロナ禍で皆さんこう目標を失っている中で、この町コミを通して、荒木を通して、いい表情になりましたから、本当に荒木アナウンサーに感謝してますよ。そんなそんな、本当にもう私自身としてはなかなか何かできたと言えることはないんですけど、でもこうやって素敵な皆さんと出会えて、荒木さん笑顔で終わらせてくださいね。いや本当ですよ。ちょっとこんな感じで、中継終わっちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですよ、笑顔で終わらせてください。笑って笑います。はい、笑って終わります。では、はい、では部長、最後、はい、ありがとうございました。気をつけ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。では笑顔でここまで中継をお伝えしました。イエーイ。パワー全開、ね、パワー全開で困ったもんですね。本当に年を取ると涙がね本当にすぐ出ちゃうんで困ったもんですよ。あったかい皆さんと、やっぱ荒木もねずっと見てきましたからね、頑張ってると思いますよ。本当にあったかい中継でした。はい、英明高校からお伝えしました。